MBS ベースボールパーク土曜日駅の A 級ラジオタイガースファンの皆さんプロ野球ファンの皆さんこんばんは MBS アナウンサー近藤徹です。 ま早いもので2024年も1ヶ月が経ちましてあっという間のプロ野球キャンプインとそうですねいうことになりました本当に早いですねですよね年取ったってことかないや本当に早く感じませんその年取ったってことかなっていうもうたまらずお話を始めた出てしまういつもの加計夫正之さんですよろしくお願いしますま早いですよね先月もこんな話をしたような気がしますけども。 まあ本当に好印やのことしといいますか僕もあの2月の10日前78ぐらいで宮崎行ってきます、はいはい、で後半、沖縄、阪神行ってきますので、はい、次回その辺の掛布さんが見た巨人、阪神その他の球団というお話は A 級ラジオ3月号で、はい、たっぷりお話しいただきますので、はい、よろしくお願いします。はい でただ先月はですねそれこそ元日の能登半島地震に始まりまして 2>, し2日はあの羽田空港の日航機炎上事故あんなことが起きるんですねであんなことが起きて乗客・乗員全員無事っていうのがまた、ね、あの時のあの CA の方たちの対応って素晴らしかったんでしょうね本当にやっぱり訓練ってしておかないといけないなと思いました。ううねね、もちろん あの乗務員の皆さんの指示にきちっと従ったお客さんの姿勢も、はいううね、称賛されるべきだと思うんですけどもねでその、まあ、震災関連といいますと1月17日は阪神大震災から29年目の1月17日ということになったんですが掛布、はいはい、さんにまつわる記事が各スポーツ紙を飾っておりましてこちらデイリースポーツの電子版2024年1月17日付の記事なんですが掛布正幸氏 堺典子さんらと神戸で炊き出し <laughs>、はい、阪神・淡路大震災から29年風化させたらいけないイベントという見出しがついておりまして、ええ、こちら17日に神戸市長田区の大正筋商店街で行われた第20回神戸震災復興フリーライブワンハート a r t に掛布さんが参加されてカレーの炊き出しなどを行ったと二 2>,、はい、2度目になるんですかね。そうなんんででですかちょっっとコロナのの時期はやってませんでしたので で坂井典子さんも来られるということでそれとまあ、まあ,あのお決まりのま松村さんですね盛り上がりましたよ。はい、あそうで堺典、ねね、子さんのなんて言うんだろう人気ってやっぱすごいですね。あまあ紆余曲折あったわけですけれども。あありましたけどもさすがですね。 その存在というかすごく中田の方なんか笑顔でしたもんだ<ー>から坂井のり子さんもまっちゃんもそうなんですけど僕もそうなんですけどやっぱ笑顔にならなきゃダメだねみたいな、うん、なるほどね,ねことはちょっと、はい、あの始まる前に三、ええ、人でお話しさせていただいて、はいまあ、笑顔なイベントにしましょうねっていうようなことは話して始まったんですはい。はい、で、私この記事を読むまで知らなかったんですけども、はい、加計さん二十九年前に、はい 阪神・淡路大震災が発生した数日後に、はい、お好み焼きの炊き出しを自らされていたという 2> 2西宮と芦屋に行ったかなそうですか青いポリバケツ2杯ぐらい持っていったポリバケツですからでかいやつ、まあ。普段だったらそのゴミを入れるような何十リットルも入るような、えー、あれの綺麗なものをちゃんとしてですね、はい、そういう時にああいう屋台にやられてる方たちって男気があるんですよね<ー>俺の使わんかいみたいな なるほど、ね、それで組み立ててくれて、はいええ、それで500枚以上焼いたんじゃないかな僕一<ー>日にあそうですか、ええ、それはやっぱり<で>、はい、その時にあのなんかすごいなと思ったのはおとりしおりの、まあ、おばちゃんって言ったら失礼なんですけどおばちゃんのに僕激励されちゃうんですよ頑張りやってえその被災者の方にね,被災ねされてる方がねお好み焼きありがとうあったかいもの食べたかったんだって言われてあんた頑張りやあってなんかそれがね なんかこう涙出るだけあなんかすごくまあ安心したって言いますか強いなという人の強さって言うんですか、はい、励ましに来たのに逆に励まされる、ま、されこれはねちょっとなんて言うんだろうなんかその言葉忘れられないです「頑張れ」っていう僕に対して「頑張れ」っていうの。うん、これだったのかもしれませんよ。れまあ含めての「頑張れ」だったのかもしれないけど、うん、それ忘れられないことと鶴瓶さんが「 アシアのイベントにも来られててその時にあのスタッフの方たちが鶴瓶さんに子供もたちを笑わせてあげてくれっていうのがすごく印象に残ってます、ね、笑顔を忘れてしまったと子供もたちが、はいうん、だから今鶴瓶ちゃん子供もたちを大声で笑わせてあげてほしいんだっていうようなことを言われたとだから鶴瓶さんが お笑いのパワーって加藤さんなかなかの問題よねっていうのをそ,それも忘れられません。んええ。まあ楽しいから笑うというふうに我々考えがちですけども、はいええ、まあ笑うことで少し気が晴れるその逆方向の矢印もあったりするわけですよ、ねです。だから今回もあの酒井隆子さんなんかも先頭になって笑顔で、はい、炊き出しの先頭に立ってこうカレーをですねちゃんと作って配ってましたので。 ちなみにあの地震の瞬間というのは私大阪にいました家にいました家はいはいもうね子どもの,あの池田小学校に出たので池田にマンション借りてたんですよはいはいはい、はい、僕1階2階に部屋があったんですけど駐車場に大きなトラックが <laughs> 突っ込んだんじゃないかというぐらい音を聞こえましたえ あの1月17年年地震なのに衝突、ええ、音みたいなものが聞こえたんですが、ええ、これでもうち僕の寝てる部屋と子供と女房の寝てる部屋は別なんですけど子供と女房寝ててる部屋ままでで揺れていけませんでしたあ当然ねそれはそ、ええ、安全を確かめに行かなきゃと思うわけですけど、ええ、それでこれ大ごとだと、はい、これ自分の豊中の家はもうなくなってるんじゃないかと思ってでちょっと車で家を確認してくると。 そしたら道がうねっちゃってるんですよねこんな。まああれはもうびっくりしました。ええ、で今だにうちの子供はトラウマがありまして、やっぱちょっと揺れると怖がりますよね。うん、忘れられないんですよね。ううね体がそうですね。ええええ、反応しちゃうんですよね。反応するんですよね。あってこうびっくりしますもん。子供は、はいはい、ただそのまあうねった道路にせよ、それこそまあ西宮にせよ。 神戸にせよ。それこそこのお出かけになった神戸市長田区も一番ひどかったところですね。壊滅的な被害を受けたわけですけれども、今はまあその復興が完了したわけですよね。ねただあのスタッフの方たちが言ってたんですけど、はい、ただ建物ね鉄筋のようなマンションのような素晴らしいものを建てられてもこれが復興なのかなって言ってました。このコミュニティに合うね、はいはいはい、はい、やっぱ復興の仕方ってあるんじゃないかっていうことは。 言われてましたみんなお年寄りになって孤独死をするような年齢になら,なられてる方たちがいると街並みのあの長田って街のコミュニティみたいなで、ね、結ばれてるような雰囲気ってあるじゃないですか、うんまあ、いわゆる神戸の中でも下町と評されるところですよ、ね、そこに綺麗なねマンションのような建物を建てられて、まあ、これでって言われてなんかそういうことをね29年経ってスタッフの中で言われた時に ややっっやっぱぱりり復興て難しいものなんだなと思いましたねだから建物を新しく建てれば、ええ、見かけ上は元に戻りましたましうう、ね、っていうことになるんでしょうけどねそういうもんでもないのかなってのはだから今度は能登のというのは田舎町じゃないですかまあそういういことですねだからどういう形でねいい形で復興してもらいたいなと思いますけどね。難しいんですよね難しいでしょ過疎地域にどれだけ 資本を投入そうでしょと通りにするかっていう,う,うすごくセンシティブで難しい問題が難しいと思うんですよこれからあると思うんですよねで,よねで住んでる方っていうのはすごくそこに愛着あるわけじゃないですか当然そういうことになりますよね、えー、だから帰ってまあこんなことですけど都会よりも難しい復興になるかもしれないですよね、うん、はい まあ、そういうことに思いを馳せつつ、やはり私たちができる支援をこう切れ目なくそうですね。やっていくっていう姿勢が必要なのかもしれませんね。はい、野球界もおそらくこの能登半島自身にはしっかりと向き合っていく。2024年になるんじゃないかなという気がします。はい、さて、今年で2シーズン目の加計布正幸の永久ラジオタイトルは？ 昨シーズンと同じくそのまま影夫さんの youtube は同級、はい、そしてこちらの A 級は A ランクの A 級フォーエバーの A 級そして影夫さんの口癖イベントでも一緒だった松村邦博さんもモノマネでよく使う A にかけております <laughs> 今年からお聞きの方は以降お見知りおきをどうぞよろしくお願いします、はい、これを聞いて野球に関して A 級になっていただければと思います 毎回野球に関する31個のトークテーマを設けまして掛布さんとともにお時間許す限り野球を熱く語ってまいります掛布さんでしか話せないことここでしか聞けないこと満載の1時間半番組最後までどうぞよろしくお付き合いくださいではこのコーナーです正の談義 番組冒頭でもお伝えしました掛布さんにちなんで三十一のテーマをもとにこの番組は進んでまいります、はい、先月は原辰典、大谷翔平、はい、そしてファンからのプレゼントというテーマで掛布さんにお話をいただきましたではまたこの a q ックスから掛布さんにトークテーマを引いていただきましょう、はいはい、今日の一発目はうわ怖い これかちょっと面白いんじゃないですか？野球のルール制度というカードが出てまいりましたよね。いろいろ、はい、で、これはですね。あの先月の12球団監督会議で、まあ今シーズンの申し合わせ事項として確認された項目がいくつかありますので、はい、それを見ていきながら掛布さんにお話を伺っていこうと思うんですが。ま,まずあの。 ランナーの追い越しが、まあ、リクエストの対象になるというかなりこのテクニカルな話があった後に、はい、やはりこれは永遠の課題なのかと思います改めてスピードアップに取り組んでいこうという申し合わせがなされました僕らの時代からもずっとと言われ続けてることですねあ昔から割にそれはテーマとしてはずっとあったわけですか、ね、なぜかというと僕らの時代、はい、時間制限で延長に入れないというのもあったんですよ 三、ね、時間半とか。はいはいはい。あたいそうなると、三時間半で終わろうとするんだけど。その時間で終わらせるために、すごく間延びするような。時間を作る場合があるわけですよ。まあ、当然、その新しいイニングに入りたくな、いチームは。はい,ね、はい。えー、だから、これもね、三時間半で終わるけども。うん、ゲームからすると、間延びしてしまうんですよ。そうですね。これも時間がかかると、変わらないんですよ。ね、だから、アメリカのあの制度っていうのは、等級間のね。はい。 あれってのは今年は導入しないんですね。N.P.B. では一気に導入ということにはならな,たたい,、ね、な,らないんですね。はい。W.B.C. なんかでは当然やるわけですよね。次の W.B.C. はそうなんで、ね、りますよね。はい。で、この改めてスピードアップに取り組むという中で、えー、具体性のあるそのやり方として提示されたのが前のバッ バッターの打席終了から30秒以内に次のバッターが打席で構えることを徹底するとなるほどこれはもう去年11月のオーナー会議でも確認された。はい、でこれが見逃せない動きだと思うんですが1軍ではタイマーは導入されませんが 2>,、はい、2軍戦では実際にタイマーを設置して。 テンポアップを図っていいくという流れれになるすこれでこもしも超えた場合はアメリカのように一つストライクを与えられたりとかペナルティルにだったりとかことになるのかどうか,か、はいはい、ちなみにアメリカの,この去年導入されたピッチクロックルールを確認しておきますとピッチャーはボールを受け取ってから、はい、ランナーなしの場合は15秒以内に。結構短いですよ,、ね短いですよ ランナーありの場合は20秒以内に投球動作に入らないといけないこれ違反するとワンボールになります。で,す、ね、でバッターにも制限時間がありましてこれはバッターはそのピッチャーに適用される制限時間の8秒前までに打席に入って打つ準備を完了しなきゃいけない。 僕は無理でしたね <laughs> 僕のあのルーティーンはいろいろこう触るところもありましたしね最終してしまいますね <laughs> ルーティーンの間にアウトって言われちゃいますね <laughs> <laughs> いや本当にいや本当にそうですねだけどそれは同時にあ、かけふが打席に入ってきたぞっていうその味わいが失われるっていうことになるわけですよで、これメジャーリーグベースボールで導入されたピッチクロップ は効果的面でしして短くなりまたよ僕もたまに見ることありますけど平均試合時間が昨シーズンから24分短縮されて2時間40分でメジャーの試合は大体平均して終わるようになったあ3時間切ってるんです余裕で切ってるんですこうなるとね3時間切るスポーツであればオリンピックなんかにもできますねそういうことですね、はあ、はい ただですね、うん、これがアメリカのすごいところだと思うんですが9月だけを取ってみると、うん、平均が2時間44分なんですって、はい、だから導入してまもなくの開幕当初よりもちょっと時間がかかるようになってるじゃないかということで、はい、このピッチクロックを今ランナーありの場合は20秒以内っていう説明をしましたが、はいはい、これを18秒にしようかっていう話まで出てるすごいですねアメリカもう でも、その選手たちが体内時計ができてるんですよね、はい、もうだから、体内時計もありますし、まあ、球場の各所に数字が確認できるモニターがあるわけですねだギリギリ使うわけでしょう、ね、はい、ただね、7回、8回、9回の本当の勝負どころに1点差の勝負の時に、そのルールはちょっと僕はなしにしてもらいたい、日本の場合は。 7回以降7回以降 <laughs> あとは何点差以内と,とかじゃないとちょっとすごく淡白になってしまうような <laughs> はい日本人の方日本のベースも野球ってのは、はい、考える時間って結構日本人好きじゃないですかそうですね間を楽しみますよねはいそういうことですねこれって日本のその野球に合いますかねうーんまあ 二軍戦でこのタイマーを導入するというのは、えー、ある程度、その一軍でもということを見越した動き、えー、だからもしもアメリカのピッチクロックなんか使うようになったらサインなんかも変わってきますよね。そ早く本当、もっと大谷投手のように自分のほうからサインを出すというあとはもうそのキャッチャーとピッチャーでもう無線でやり取りをするとか、ね、ピッチコムっていうのがあるらしいんですけどそうですよね。はい だ首を振ったりできませんよねやってる暇がないというと、ね、暇ないですもんね、はい、あでもそれだけ短縮できるんだまあこういう結果が出ましたんで、えー、これはもうメジャーリーグ機構としてはいいじゃないかと、まあ、いわゆる大成功に入るわけです<の>そう,うですねやはりこうなったじゃないかということなん結果が出たわけで,、ね、ですよね,ね、はい、ただあの当然負の影響というのも出てまして、はい 例えば同点の9回ツーアウト満塁でバッターが構える準備をするのが遅れてストライクになって試合が終わったっていうありましたあれは僕はね見せしめだと思いますよ <laughs> まあそうですねそういうのありますもんはははいはい、はいでもアメリカってそういうのすっごいでしょはいもう原則ルルルルとして、はいええ、もう絶対適用するんだと、ええ、1>, 1回決まったらやるんだっていう まあ国民的なコンセンサスというか。アメリカのね、はい。球場の作り方自体が。ファールボールでゲームセットになるの、お客さんに失礼だから。ファールグラウンドって、アメリカすごく狭いでしょ、あ確かにそうですね。だそういう考え方なんですよね、<ー>基本的には。なる,なるほど、なるほど。ファンの方を考えてるんですよ。うん、絶対。はい。ただ、あとは球団として見過ごせない影響として。うん、試合時間を短縮した結果。うん、ビールの売り上げが減ったらしいです。 あこれはあるわはいありますありますよね当然ねありますありますはいそらは三時間半と二時間二時間四十分では三倍ぐらい超えちゃうんですしかもその終盤ね終盤坂が進むところがトントントンと行くそうですよはいそうだそうだそういうのもありますわで 通常は7回終了時までに販売をやめていたんですが、はい、このピッチクロック導入後8回まで延長するとかいう苦肉の策があったりとかこれはい感染するファンからはいや去年までと同じチケット代を払ってるるのにに、うん、試合が短いとと損したようなな気分になると、うん、あそうだ3時間半ぐらい見てたゲームがだってわざわざねご自宅から球場まで足を運んで見に来てる人にとっては。 まあ3時間でも4時間でもまあそれは楽しいわけですもんね。で同じチケット代だったらそれは変な話ですけど試合なんて長い方がお得なわけですよいいです、ねは。というまあアメリカの声があるというただでも3時間ぐらいで収まるのが一番よくありませんか そうですね、われわれが放送席に座って実況中継をしているときでも頭からお尻まできっちり緊張感を持って隅々まで伝えられるのはその辺かなという感じはしますね。すねだからわれわれがです、ね、入団した当時って6時半のゲームだったんですよ。6時半ゲーム開始。はいはい、7時って時もあったんじゃないかな。へ<ー>で、7時始まって9時半には終わってましたでしょ、昔は。 ということは二時間半。二時間半。昔ですよ。だから、八時半のこと、おって。宮田さんでした。はい。八時半に抑えが出てくるんですから。あ、そうか。七時に始まってるんですからね。六時半とか七時ですから。で<ー>、二時間ぐらいでもう八回九回になってるわけですよは。はいはいはい。それは。今と何が違った。んですかねボールの球種でしょうな。球種,球種がなかったってことと<ー>ピ。ピッチャー交代が少ないってことだと思うんですよ。 なるほどね1人で投げきるからリリーフでも1枚とか 1>、はい、今1人視察みたいなのあるじゃないですかはいはい,はい,はい、はい、岡田監督もやりますけどそれでゲームの流れを変えたりだとかする戦術戦略あるじゃないですかこんで1試合平均ピッチャー何人ですか5人ぐらい使いますでしょうまあ大体それぐらいいきますよね昔は多分1人2人だと思いますよ変な話ですけど多くて3人ぐらい人多くて3人までだと思いますよだから江川の時代までは特に江川なんか投げる時代西本江川は このあたりってのは二人ですよね。ああ、そうでしょうね。まあだいたい一人で関東するというのは普通だったということを言ってますから、うん、今年間関東ってどのぐらいあるの？の阪神関東数ってどのぐらいあるんだろう？どうでしょうね。ないでしょ、ほとんど。まあ伊藤正氏が完封したのは私喋ったので覚えてるんですが、えー、ちょっと西勇気もあるかな。あ,あ,りね、ありましたよね。はい、えー。だから。 2>, 2桁ありますか ?10 関東ないんじゃないですか、ね、ないでしょう、うん、昔は関東多かったと思いますまそういうことですねこれはもう確実に確実にだからピッチャーのリリーフで出るピッチャーの数が5枚6枚今出ますからね、うんはい、はい。えー、でこれを受けてまあ12球団監督会議の座長はタイガースの岡田監督が務めたわけですけれども、はい、あと岡田監督が言ってたのは 俺らの時はなかったんだけど今は選手の登場曲とかあるからな<ー>ただあれはもちろんそのファンサービスの演出として、はい、まあ認めますが、えー、もうちょっとこう短くしてもいいんじゃないかなっていうことは岡田監督言ってるみたいですねままたたサビの部分でで聞きたい時もあるんですよね。<laughs> エコの架け橋、岩崎の横田に対して、あの時最高で、涙出ましたね。ですねずっと聞いてらしましたよ。ピッチャーはね出てくる時にリリーフカーに乗ってゆっくり出てきて投球練習もするんで、大体サビまで聞けるんですけど、バッターでですすよねそういいらなかどうですか、これは、さんあれだけ今、球場の雰囲気がすごく華やかな雰囲気にみんな変わってきてるから。はい あの糖尿曲というよりもなんか違う音楽だけどんどんどんみたいなのでいいんじゃないですかあその一人一人個別にかけなくてもといいんですか考えるんではなくていただそれが応援歌みたくなってるからなそうなんですよねでお客さんもそれに合わせて手拍子したりとか,りか、ね、相の手入れたりとかいろいろありますんでねでもこれはねこのさん、はい、野球のね連名だけで決めていいことなのかな 野球ファンを含めてそ,、ねはい、その意見を聞いていろいろこういうことって変えていくべきなんじゃないかなと僕は思うんです確かにファンを置いてけぼりにするのはあんまり得策じゃないようなそれはアメリカのファンの反応じゃないですけどただアメリカがそうやると今度世界大会と WBC になるとあの東京の,のピッチクロックなんか東 導入していいいかなければいけなけそれに対応しなきゃいけないのは分かるんですけどファンの声っていうのはやっぱりんかこう無視してほしくないなっていうのは僕感じますけどね。改めておさらいしますと今期は前のバッターの打席終了から30秒以内に次のバッターが打席で構えることを徹底すると。打席終了っていうのは、はいまあ、まあ僕はサードゴロ打ちました一、はい、塁でアウトになっと。 ってからじゃないですか。アウトとなった瞬間から三十秒。そうですね。打席終了ですから。ああ、はい。そこまで打席に入れですね。三十秒以内に打席に入って構える。えろはい。でピッチャー全然準備したのかどうなんですかね。だからこれが難しいので、一人が早くしても相手がいることなんで、ということは岡田監督も言ってたみたいです。じゃあピッチャーがだってピッチャー自すごくゆっくりしてたらどうですか。 まあですからそのピッチャーの方にももう打席が構え <laughs> 打席でバッターが構えてるんだからちゃんと投げろよっていうことですね本当ピッチクロックみたいな感じになるわけですよねもうアウトになってから30秒以内でバッター構えなきゃいけないってことは、はい、ピッチャーもアウトになっら30秒以内ぐらいにはもう投げろってことですよ、ね、まあそういうことですねうう努力目標になるんですねだからアメリカの場合はそのピッ ピッチャーが投げるところまでを時間で縛ってるんですけども、はい、まあ NPB の今年の場合はまあバッタークロックというか、そバッタークロックそういうことですよね。はい、でバッターが構えてんだから当然ら準備しなさい準備しなさい、ね、バッター,ーッ主導のスピードアップスピードアップですねそう,いうすねということなんでしょうね。でもやってみる価値はあると思います,いますよね。はい、ファンの方とかどういう反応するかですよね。まあ確かにそうですね。えー、あとはその本当に。 登場曲がどれぐらいいのののものになるのかっていう、ね、実際やってみないと分かりませんからね。で,ね、はい、であとは監督会議の座長であったタイガース岡田監督からはいくつか提言、まあ、これはすぐさま導入じゃないんですけども提言があったわけですが 1>, 1つ目が審判員へのの挨拶の簡略化あこれはね僕も新聞とか見ましたけど、はい、僕らの時も簡単にあの。 挨拶はしてましたけどねまあ当然この守備位置に行って,にって例えば影さんだったら三塁類一新と当然目が合いますよね合いますどうもっていう、はい、これはやっぱり過度なっていうことですねそうですそうです岡田監督が言うには今の選手は守備位置に着いたら左を向いて挨拶右向いて挨拶向こうを向いて挨拶、うん、全員に丁寧に挨拶をしすぎるんじゃないかとそれはもうしてないでこれはファンの人がスタンドから見てて ちょっと違和感があるという意見を岡田監督は聞いたんだそうなんです。そんなにまあもちろん礼儀は大事ですけど、そんなにペコペコしなきゃいけないのかということですね。それはしなくていいです。しなくていいですか。ただ僕も若い頃は一塁にてどうもってセカンドに山本浩二さんいたらどうもってさあと言って昨日からやったらこんにちはって当然ねしてましたけどね。でこの心配の挨拶というのはおそらくですよ。とりあえずまあ ジャッジメントを下す審判には、えー、挨拶しといて損はないぞ<あ>むしろしといた方がいいぞっていうなんか慣習、あのー、が野球界にあったんじゃないかなと、あのー、好かれることはしないけど嫌われることをし,たしてしない方がいいじゃないですかそうですよね嫌われたら損ですか、ね、だからちょっとはいどうもどうもってぐらいはだ,だからこれあんましすぎるの僕はちょっとそれもなんか見てて嫌だなと思いますねはいはいはい 選手と審判の間にはそれこそ昭和のプロ野球には、はい、なんかこう一筋縄ではいかない人間ドラマが、まあ、これはアウトセーフで <laughs> あったんだと思うんですよ藤田狩羅さんがセカンドの審判にとってもなく冒険吐いてへ<ー>それからもう挨拶すらしませんよお互いにあ<ー>だから狩羅さんの時打席入ったら厳しいもん。<laughs> <laughs> そのの審判の方出身になればやるわけじゃないですか当然こ持ち回りでやりますからね平さんに厳しいなベンチから見ても明らかに低いボールがストライク言われたりなんか、まあ、やっぱりあれだよなって <laughs> あまあそこまでいっちゃうとなっていう、えー、でも昔は審判とのやり合いはありましたさんも,んもっと激しかった、ええ、僕もありましたフェアだファールだで、ね、ああ ね、僕連続無失策続いてましてはい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 ははい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 でもうちょっと気を抜いたわけじゃないんだけどファールだなと思ってフット比ラブたらパーンって弾いちゃったんですよふしたら「フーって言われてああ<ー>もうファースト間に合わなかったんで取、はい、ってでファールじゃないかってやりましたけど、はい、まあまあ フェアですね <laughs> <laughs> まあ審え絶対ですから,ねいすからストライクボールとかはこの球審に私の場合は怒ったことありません、はい、怒ったことはない埋め合わせはしないでくれと埋め合わせをすると僕自身のストライクゾーンが崩れるんですよなるほど、ね、で近藤さんが主人で、はい、僕は打席に入りましたと近藤さんのストライクゾーンありますよねありますね、はい、これが僕のストライクゾーン多少のズレがあるはい で明らかにボール球をストライクという場合もまあ間違いありますよ、ね、当然ミスはありますで近藤さんそもそのミスは自分で感じられてると思うんですよはいああちょっとやっ,やっ,ちゃったなーってで僕その時サードの守りに行く時わざと審判の前に通っていって言いますああそれは後でボールで、えー、ストライク臭いボールを僕がボールって言った時にっ、ね、えー、って思うますねえっ、ー、そと僕のストライクゾーンと崩れるんですよ 球球ででも1でもそんなこれはねあの落合監督の時代に、はい、その僕ちょっと監督と話した時に僕解説ですからその時に福留に対してねまた福留が中日いたんですよちょっと福留の打席見ててと自分のストライクゾーンと審判のストライクが1打席で2球食い違えば1日ヒット打たないよってあ<ー>それぐらいやっぱ繊細なんですよなるほど、ね、審判の方が1球埋め合わせで済むと思ってね、はい ストライクボールなんて言ってこれでチャラねなんて冗談じゃないよってう <laughs> まあでも武井さんがわざわざ埋め合わせをしないでねって言うということは、はい、まあそれが埋め合わせをするっていうのも一つのなんかこう文化としてあったんでしょうね。ううええ、の審判の方が ごめんなって言う時あるんですよ。<laughs> これがしいでしょ、はい、ごめんなって。そういうやり取りはねこうテレビの見てるファンの方たちだとか球場のファンとか分かりませんけどそういうやり取りは審判になるんですよ。まあそうでしょうね僕はですからあの山本浩二さんのサイクルヒットっていうのを演出してしまったわけですよ。あっサードを守ってた。 次3塁打ったらかけサイクルや左中間を中間抜いたらサードまで来るからなそれを審判の方が聞いてたんです責任審判ですよ<ー>そのゲームのはいね<で>、はい、そしたら左中間ですよ「宇宙間抜けよ」と思ったのに <laughs> 宇宙間ならもうスリーベース文句なしなんですけどね小泉さんもう年取っていまして足遅かったんですよ <laughs> これでまたね 中継がめちゃくちゃ無駄なくショート真由美さんドンンピシャのワンバンですよ素晴らしいボールが来たわけですねどうしようです僕 <laughs> で後ろに下がってですね <laughs> ベースから距離取ったりなんかしてハイハイしていったんだけど真だ小野さん来ないんですよでも一応どさくさに紛れてぶつかってる方はタッチしたんですねはい、はい、でセーフなんですけど、はい、その時に八百長じゃないかって言われましてああ 三塁の責任審判の方がいやそんなことないとあれはもう加けも真剣のプレーで山本浩司も真剣のお互いにプロの真剣のプレーの中で生まれたサイクルヒットですとなるほどはい、はい、そういうこともありましたまあですからまあ審判の方も片棒かついてるわけですこれはねあのプロ野球だからできる野球ってあるじゃないですか、はい、そう思いますさす、はい、もうすごい大差がついてたんですよ負けてたんですけど阪神がうん、うん、なんかちょっと 思い出ですまあでも直前に言われちゃってるとね大先輩からね広島のベンチお騒ぎですもんんか掛布が張って歩いてるぞっていうこれは僕も若い頃3割じゃなくて王さんを抜くその打率ってあったんですよ。打撃5位まで表彰みたいなのがあった時代があって。 で、王さん奥と僕5位に入れたんですよ。だコーチの方は、僕若い頃ろ分かりませんから、セクティバンドしろって言うんですよ。ああ<ー>。もうしたことないのに。いや、いいね、打ち回す言ったんですよ。いいからセクティバンド1000回っていう怒られるわけですよ。ほい <laughs> でサード前にポンってやったら、セーフにしてくれるんですね。ああ。これ、大人の野球ってすげえなって思いまして。 これがプロの野球なんだという、まあこれは消火ゲームですよ。はいはいもちろんそうです。えだから今のようなあの CS とかない、それで CS が生まれたわけですけども、だからそれで五位になりまして、三年目の二十歳の時ですわ。まあなんというか大人の味わい。大人のなんかはい、なんか大人の仲間入りさせてもらったのかなっていうそういう感じはありましたけどね。勉強になりましたっていうね。ちょっと嬉しかったなみたいな。 それから岡田監督がもう一つ提言したのが記録員ととともっとコミュニケーションを取りたいとこれはね、はい、グランド状態だとか、はい、特に甲子園土じゃないですか多少のミレギュラー人工芝でもミレギュラーしますからこれエラーだとかヒットでやっぱり大きく変わりますので、うん、グランド状況だとかそういうものをあのきちっと見て。 判断してもらいたい、い僕記者席にいても、おかしいなと思う時ありますもん。あ、その記録,が記録員が。はい。はい。今のはエラーでいいんじゃないのとか、<ー>今のヒットでいいんじゃないかとか。ありますよ。うん、守ってる側からすると、やっぱりヒットにしてもらいたいんですよね。なるほどね。そりゃそうですよ。えーえー、はい。はい。はい。ただ、あの、なんていうのかな、打つ方だと。 なんかヒットにしてもらった方がいいし、ええ、ピッチャーはもう選そうですねそうそう、ね、そうなんそうなん,そ,うそうなんですよねだから記録員の方ほんグラウンド状態だとそういうのをちゃんと確認したりだとか、うん、そういうのをちゃんとしてもらうっていうのはいいことだと思いますけどね岡田監督はそのいつもアナウンスで名前は聞くけれども顔と名前が一致しないとなるほどで 場内アナウンスで必ず審判の紹介の後に記録員の紹介もあるわけですけども、はい、そうやって名前を呼んでもらえるメンバーなんだから一緒にそのゲームを成立させるメンバーなんだからもっとコミュニケーションが欲しい<ー>とじゃああの時に前に並んだらどうですか握手する時に<の>審判の方たちとメンバー評価をメンバーも価かる時にあ確かにそうですねそれから十分間に合うでしょう 間に合いますあれどうで見てるんですか記録員の方たち甲子園の場合はですね実はあの記者席の中に記録員の席があります真ん中ぐらいにある真ん中ですねあそうですかはいありますよそのぐらいだったら別に十分間に合うと思うだったらそうですねで記録員の方も一回そのファンの視線にさらされるもそうそうより緊張感がありますから増してやってもらえるん交換を 一緒にこう見るというのはいいことだと思いますね。あの立ったらいいじゃないですか。で、記録員の方も制服作って。ああ、なるほどね。いいじゃないですか。新馬の一緒のはいはい。ジャケットだけでもいいですよ。ええ。まあそういったものがこのよりいろんなところにこういい緊張感をと思いますね。生むような気がしますね。思いますね。はいさあ、二千二十四年のプロ野球開幕後どんな風に変わっていくのかまあ楽しみに。 しながら開幕を待ちたいと思います、はい、ではどんどん行きましょう加藤さん、はい、今日二つ目のテーマお願いしますさあ、ね、さあ、さあ何でしょう二つ目を開いていただきましたわーこれはねはい。語れますよ語っていただきましょう安倍晋之助と出ましたこれ今年の巨人はちょっと僕は侮れないと思うんだよな補強だとか見ててああ<ー>。結構バランス整ってきませんかはい あの新外国人がはまったら打線も怖いですよ。うん、でリリーフが弱点というのははっきりしていたわけで、えー、そこにいろいろ人をかき集めている印象はあります。はい、ケラーは阪神はどういう契約してたんですかどういう契約いや、うん、僕びっくりしてだから、はい、ケラーが「巨人」ってこう新聞見た時に、はい、あれ途中で帰りましたでしょケラー。そそうですね、はい、その時に もう阪神とは契約が切れたってことだったたのかな、まあ、切れたというか別にその,セリーグの更新しないと更新しないしセ・リーグの他球団との契約も妨げないということ、ね。ということで入ったんでしょうねはい,いやだから僕びっくりしてなんで巨人が取れるのと思って、まあ、いわゆる本当に自由契約なったってことなんだから、うんはい、あのケラーのですねストレートと、まあ、フォーク覚えてますよねはいそうですね。 ちょっと怖い存在になるかもしれませんようん、確かにそうですね、うん、はい。あとババアでしょう。ババアねだから中川大勢この辺りがしっかりしていればある程度6回から9回まで4人ぐらいの組み立てってのはちょっとできていきますもんねま大勢が本当に復活できるのかっていう大テーマはあるわけですけどねそ,そ,こそこがポイントになると思うんですよはい それとやっぱり、阿部監督、面白かったのは秋季キャンプ行ったときにね、秋広ももう一軍じゃありませんからと、だめだったら二軍からスタートさせますからって平気で言いますから、ちんたら、ちんたらやってたら二軍からスタートさせますと、だいぶオフの行事で遅刻が秋広選手、あったらしいですね。<で>ね かなり安倍監督も悩んだけれども、まあ、目をつぶって一軍メンバーに入れたというような表現はしてました、ね、でも相当厳しく見ると思いますよ。安倍晋之助新監督ですが、現役時代の実績はもう言うまでもないという感じですが、強打のキャッチャーとして8度のリーグ優勝、3度の日本一に貢献しております。はい、それは原監督がですよ このチームは安倍のチームだって言わ岩た選手ですよ。巨人軍で、ね、しかもあのチームをすごく大事にする原監督が安倍のチームだっていうその重みですよ。はい、重みですよ。オーエヌに匹敵する予算だったわけでしょ。ただ僕は安倍監督とその新聞の対談をさせてもらった時に、最後にちょっと嫌なことをちょっと言ったんですよ。はい、やっぱり巨人に足りないのは全力姿勢だと思うと。ああ<ー>。え、ね。 安倍監督もですね、現役時代、さほど一塁まで走ってる姿っていうのは、その、ね、印象ありませんよね。あ,ありませんね。はい、それを同じ現役でやってる方たちと一緒にやるわけですよ、監督として。だから僕、そこが今年の巨人の大きなポイントだと思う。塁<ー>まで 巨人の選手たちが、まあ、全力でも7割8割ぐらいでいいんだけど阪神、はい、と同レベルのねス,スピードは違ってもですよある程度一塁まで走る姿、はい、全力疾走感,感、はいはい、それが去年と同じようであれば巨人はダメだと思うああなるほどね、はい、僕ね僕一番阿部監督注目したいのは走塁なんですよ いや打つ守るってのは、はい、そこそこ実績のある選手たちがもう、まあ、いますよ、ね、い,いるわけじゃないですか、はい、じゃあ何が足りないってそこだと思うんだよねじゃあ中日に行った中田翔選手だとか中島選手ベテランと言われる選手たちってそんな走りませんよね一塁まで、はい、途中で終わっちゃうような選手いるじゃないですか、まあ、バット持ってそのままベンチ帰っちゃうみたいな岡本選手もそういう傾向ありましたでしょ、うん、で え坂本選手も、まあ、ああの足の状態とかがあるんでそういうの許すわけ僕もそれありましたけど、はい、ただ僕の時代で厳しかったのはブレーザーなんですよ。うん、あそうなんですかブレーザー監督になった時にシンキングベースボールと難しい野球やるのかなと思ったんですけど一番徹底したのは一塁まででの全力シストなんです、うん、これは厳しかった。もうそれは の一番に言われるわ,けですか言われたそれで罰金取られますあそうなんですかであそうなんですかもうそれはもう分け隔てなくないだこれはねもう素晴らしかった僕感謝してます、はい、ブレザーに、ね、で金本があの広島から阪神に来て選手として彼が一塁まで全力疾走しました、ね、あそうです、ね、こういうのを鳥谷大山まで引き継いでますよねはいはいはい確かにそういうものを背中で見せる選手は いない,いないでしょ、いいすよね、巨人は空中戦には強いですよ、はいはい、東京ドームで本拠地で戦うわけですから、空中戦になったら強さは示せるかもしれないけど、1点、2点の勝負になったときは、その姿勢が開幕、阪神との東京ドーム3連戦これ、それをすごく感じたいんですよ、それは安倍監督に言ったんです、僕。うんうん 阪神ととの差はそこだだ思うよってただ走らせますと言,言いましたけどもただご自分がそういうねそれを選手たち知ってるから自分を棚に上げて言えるのかやらせられるのか,かそれはね監督の立場になった時にチームを変えるために多分もう言ってると思うんですよだからそれが僕すごくだから3月29日でしたっけあの阪神との開幕戦楽しみなんですよ。 まあやっぱり新監督、しかも原さんから一気に20歳以上若返ってるわけですから、はいはい、本当にどういう空気を作れるかどれだけ去年までと違う空気をチームに取り入れられるかすごい大きなテーマで,いで強いのは原監督と安倍監督の大きな違いっていうのは坂本選手と安倍監督ってのは一緒にプレーしてるわけです。はい、で安倍監督のににグアムで一緒に自主トレーして 坂本を育ててますよねだから阿部監督は坂本選手は厳しいことは言えますコーチ時代にも言ってたって言いますほ,ほど。これはすごくチームがピンと張ると思うんですよはい、はい、あの坂本さんがこんなふうに言われてるとい<や> <laughs> 原監督の場合は坂本選手にバントさせてチームに緊張感与えましたよね、うん、開幕した2 0目ぐらいに1・2塁かんかの時 坂本選手にバントさせて坂本でもバントさせるんだとという厳しいプレーの中での厳しさを示しましたでも安倍監督の前言葉で多分坂本選手をバッと厳しいこと言えると思うんですよあ<ー>だこの辺りがね坂本選手がどう受け止めて、うん、どういう野球やるのかそれで安倍監督は坂本選手に対しては120試合ぐらいまででいいんだとあ<ー>全部はあの期待してないと。はい もう110でもいいとそれをいい状態で出すような形の野球をやらせると、うん、だその中で坂本選手がファーストまでの走塁だとか安倍監督の厳しい言葉に対して分かりましたという形の中で1年間やりきれれば僕阿部巨人っていうのは新しいチームが生まれてくるような気がするんですよね。 まあ、安倍坂本ラインがそういう道しるべになるかどうかですね。はいえー、あの選手はそんな変わらなくても、はい、新しい巨人という野球がスタートするんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、一軍監督として安倍晋之助さん初めて秋季キャンプを行って、まあ、終えたわけですけども、えー、その中で選手に指示していた事柄をピックアップしますとピッチャーにはもう困ったらど真ん中に行けと。えー いいうことは言ってたみたみですそれから外野手には、まあ、近い距離を素早く投げるあ<ー>まあ内野縛りのサイドスローをちょっとやってくれということを言った、はい、で内野手には併殺の増加を目指して打った瞬間から一塁送球到達まで4秒以内を目指すあこれあの阪神が秋季キャンプでやったり一緒ですかでは、はい もう暴走していいんだということで積極性を求めたという記事は出てましたねあだから変えようとしてますよねあ<ー>それとやっぱり去年の阪神のフォアボールの数ですわねはいはいはい、はい、これがど真ん中行けっていうことにつながってるんだと思いますよ、はい、フォアボールで出すんであれば打たれてるから行かってみんかいというええでオフのテレビインタビューではそのチーム作りに関してですね <laughs> ホームランホームランでは勝てないというのはもう選手ここが十分分かったはずだということですね。はい、でどうやったらヒットゼロで1点取れるかそういう野球を目指したいとそう考えるとね小室さん、はい、足が絡まなきゃ無理ですよ走塁抜きではこれはできないわけじゃないですかでだからちょっと変わるかもしれないですよ。そうですね まあ、2年連続 B クラスここ3年優勝から遠ざかってますから、ね、そろそろ勝っとかないといけないシーズンが1年目にやってくるというまあただあの安倍慎之助と相手言わせてもらいますけど、はい、もう親父が僕と同級生で高校の時一緒に野球やってるんですよ、はい、だから安倍晋之助って慎之助慎之助って言うんですけどもう小学校の頃から知ってるんですよはい、はい、僕の子供みたいな子なんですよだから申し訳ないんですけどちょっとだけ応援してあげてください <laughs> <laughs> ちょっとだけでいいんで。<laughs> それこそその、子供の頃から、ずっとこう成長てきた。まあ安倍晋之助という、もう野球人ですね。どうでしょうね、その監督として。例えば、性格面ですとか。そういうもので期待するところ。ってお父当然、意外に武闘派で強い方ですから。はいはい。そういうものってのは、絶対受け継いでると思うんですよ。武闘派、負けん気。負けん気という。はい、は。い それ,があるそれと彼ほどいろんなポジションで野球を見て監督になった人っていないんじゃないかな。そのポジションという二軍監督だとか一軍、ね、ヘッドコーチだとか、はい、サードのベースコーチに立ったこともある、うん、キャッチャーというポジションだとかで原監督がその帝王学じゃないですけども阿部慎之助を監督にするために。 俺が見たことのない角度から野球見るのもしときなさいって言ってサードのベースコーチで見ろって言,って言われたって安倍監督は言ってましたけどもだから原監督からするとすごくいい形でバトンを渡すそのバトンを渡すために今までに巨人の監督の経験したことのない角度からいろいろ野球を見せて経験させてるわけですよねだから僕は新しい巨人が誕生するんじゃないかなという。 感じがすするんですよ今言われて思い出しましたけどタイガース岡田監督も二軍監督もやってましたしうう三塁の攻撃もありましたし、ねうん、全く一緒じゃないですかでいろんなところで岡田監督も見てるじゃないですかだから安倍監督もそういう形で相手見てるんで、うん、ちょっと僕手強いいんんじゃないかなかと思うんだよねだから開幕三連戦もしもですよ阪神が負け越すようなことで巨人スタートしたら。 ちょっと乗っていく可能性ありますよね。まあ、一気に勢い出ますよね。でると思うんですよ。はい。だから阪神からそう叩いておきたいですね、うん。であとその安倍晋之助新監督と加計さんのそのつながりを感じさせられるコメントが安倍新監督からあったんですけど、<え>その終期キャンプ最後の訓示でですね。まあ若手選手,相手に、はい、まあ一日たりともこれから来年春まで野球のことを忘れるなと、はい、いうことを言うのと同時に<え>毎日 不安に駆られてくれとうわ素晴らしい、ね、いうことを安倍晋監督は巨人の若手に言ったらしいです怖さですね怖さですあ加計夫さんが何度もおっしゃってる、えー、この怖さ、えー、ファンの期待あればこその怖さそれと、はい、チーム内でのこれから競争が始まるんだよとすべての選手にチャンスを与えるよと、うん、でもみんなが満足する野球は一年間できないよというメッセージですよね あ勝ち取りなさいというはいはい、ねうん、そういうことでその準備をしてこいよとそういうことですね素晴らしいですねはいで春季キャンプも一軍メンバーすでに、はい、発表してましたね発表してそのまあすでに汗を流しているわけですが、ね、支配下ルーキー5人はもう全員一軍スタート、はい、それからトレードで入ってきた ホークスからやってきた高橋礼泉それからバファローズからやってきた近藤というピッチャー陣、はい、それから現役ドラフトで加入しそれからまあ自由契約になっていたタイガースの2人ババア、はい、カエルケラこれ全員一軍で今汗を流してるとそういるうとですねだ11人の新戦力は全員一軍でスタートしたんですが一方 昨シーズン1軍を経験した若手ピッチャーですね、はい、直江、横川、松井颯、<ー>井上晴人<ー>この辺は2軍スタートなんですね。まあ、ある程度、阿部監督の中で実力、力は分かってる、はい、ということじゃないですか。なるほどねと思いますですから、まっさらな新戦力のまずは見極めからですよね入ってるっていうことなんですね。だから一番 <laughs> 心配なの、外国人がどういう状態で、どういう形の野球をやるかじゃないですか。まあ、確かにそうですね。ここが打線ではも、大きなポイントでしょう。はい。あれがもしも、五番に嵌ってですよ。岡本選手を助けるような。五番になれば。岡本選手、五十本打ちますよ。あ。もう、それぐらいの、やっぱり、もう。成長曲線はいすか。はい、それはもう、一人で四十発打てたわけですか。まあ、確かにそうです、ね。後ろが弱くても。えーはい、は,いはい、はい、はい。だから、もう、ある程度、三十本は打つのは、もう、当たり前になってるわけでしょ 後ろが強いバッターがいれば50本打てると思うんだよね。なるほどということはそこに1枚本当にトンと入ってくるだけでガラッと感想は変わる自分で決めに行かなくていいんですよ後ろが強いと我慢するんですよまあ繋げばいいやげそうするとフォアボールも増えるんですよ確かにでチャンスは広がるそういうことなんだからだから巨人の打線は外国人にかかってるのかなと思いますね。なるほどはい まあ、タイガース今季の開幕カードは先ほど掛布さんからもありましたけれども東京ドームでの伝統の一戦からスタートちょっと楽しみですねこの3つの試合である程度序盤戦、前半戦占えるんじゃないかというどちらかの3連勝なんてどうですか、これ、ね、ありえますからね,ねそうなると初戦なんですよね開幕戦なんですはいでも 開幕投手確かに給料も上がらないんだよねって,ねっていう、ねはい、落合監督と一緒ああ<ー>ローテの中で開幕投手はエース同士でぶつかる確率高いわけだから当然そういうことです、ね、そこ行くと阪神ってエースレベルの選手がいてずば抜けたエースっていないじゃないですかどの選手を切ってもいいわけですよ阪神って巨人はもう戸郷君しかいない、まあほぼそうなりますよね 貯金してもらいたいピッチャーうまいローテにはめることが阪神はできるんですよ、ね、確かにはいそういうバリエーションもありますもんね、ねピッチャーのバランスは、阪神のが組みやすいという形に、いろいろ変化できると思うんだよ<ー>こいつ最多勝取られるために、4番手ぐらいのところにぶつけろとか。はは、うん、はいはい、はい こうしたら負けが少ないわけですもんで、結局それはチームのためになるわけですからね、はい、もう1人が10個以上の貯金するかもしれませんからね、このあたりはちょっと阪神の今年の開幕投手っていうのは、ちょっと注目したいんですよね。あまあ、それも含めて3連戦、連戦楽しみに待ちましょう。で,はい、では、今日これ最後になるでしょうか、続いてのテーマ、武井、はい、さん、お願いできますか。3つ目でで、ねはい、右手で引いていてたただきましドン うわこれも今だいぶ変わったな地方球場<ぁ>まあこれはですね今ちょうどタイガースも沖縄の宜野と牛川でキャンプをやってるわけですが、はい、まあ各球団それぞれ1か月地方球場で関連する,るす、ねはい、汗を流すということになってるわけですが掛布さんで言うと秋ですわね。トトイイレレがなかったんですよトイレ一軍のグランドのトイレはファンの方のあるスタンドに、えー、上にあるトイレ知ってます ははい、はい分かりますよ、古い、あのー、側の上にトイレあるじゃないですか、あそこしかなかったの、球場の中にはなかったの、だから本当にね、トイレ行きたくなると、はい、室内練習場のまで走ってあの階段を降りて、だから、一つのなんか練習を飛ばさなきゃだ, <laughs> <laughs> だいぶ遠くなりますもんね、これでもう、キャンプ終わりぐらい疲れるんです、あの階段を多くすると。段差ですすよね焦りますし トイレ行ってきますす <laughs> <laughs> らいないなわけですよ <laughs>、はいまあ高知県安芸市にある安芸市球場。千九1965年から、はい、あ65年ですか、はい、タイガースが春秋のキャンプを張っていたわけですけれども今は1軍2軍とも春のキャンプに関しては、まあ、沖縄に移動してしまいましたが、ねねはい、撤退していますただ秋季キャンプは存続して行われていると、はい、まあ沖の方でお出かけになった方も大勢いらっしゃると思うんですけれども要は土佐湾に向けた 山の斜面を切り崩してグラウンドを造成したということ,でううことでだからスタンドから見える景色は太平洋が見えてきれい,ですよ、ね、いやー本当ですね室戸岬のまで見えますからね、はい、で本当に風がないと何ん,んですか<う>本当にポカポカしてで日差しも強いですあー確かに南国と南国はいそうですねはいで掛布さんは、まあ、1974年から秋で鍛錬の日々を過ごしたわけですけども、はい 前年に雨天練習場が設置されたあもう僕らの雨天練習場といってもですね、はい、ちっちゃかっただから秋ドームはまだそのあの話ですよねないすだから、はい、雨が降ると嬉しくてしょうがないですよ <laughs> 練習休みみたいなピッチャーと野手の時間差なんですよはあ大体ピッチャーが先に練習時間短いので、はい、グラウンドに行って室内で練習してピッチングちょろっとして で上がってくるんですよ。その間野手寝れますから。<laughs> <laughs> まあ単純に時間が半分になると<え>いうことですね。えー、はい。雨は嬉しかったですね。そうですか。今はあれだけのドーム沖縄でもあるので、各球団そうですけど、はい、雨で練習の調整が遅れるってことはないですね。はい、まあただ練習の強度はちょっと下がるのかなっていう感じはしますけどね。あどもでも大体の

それがしばらくしてから、あのアメリカのフットボールが。ノーチラスという、本当のウェイトトレーニング機械なので、機械鍛えてるということで。半身の導入早かったんですよ。ノーチラスあ、そうなんですか。はい、結構だから、半身でそういうの取り入れるの早いんですよ。ええ<ー>。それをどう使うかですけど、ね。あまあ、確かにそうですね。<ー>で、七十九年にサブグラウンドがきちっと整備された。だから、僕らの時代は、はい、あの運動場でした。 あ、本当になんか校庭じゃないですけどだから下で野球の練習はできませんでした、はい、今でこそあのちょっと内野のんていうんですか、はい、グラウンドが2面取られてる感じですけどもトラックです,クですかだから休みの前の日のリレー競争のためによく <laughs> 地獄でしたけどね賞金がかかるんですよへえ大体バランスよく、はい、<laughs> 3チームか4チームぐらい分けられましてはい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  結構僕頑張る方だったんであの賞金をもらう MVP だみたいな若い頃です若い頃はいはいえそのお小遣いもらってですねなんかお好み焼きをよく食何なんか牧歌的な話でけどいいですね82年にサブグラウンドに特設ブルペンができてで 八十五年にそのブルペンが拡充されトイレが水仙化されたと。そういうことです。はい、僕らの要望っていうのは、はい、とにかくベンチ裏にトイレを作ってくれと。<laughs> お客さんと一緒とかサブグラウンドまで降りていくのは嫌だとまずそこでしたそれと、はい、僕らの時代ってあのサンレーガのスタンドの上の今車止めてる駐車場は、はい、ブルペンでもあったんですけどその前はマシンバッティングと練習してるとこだったんですよあということはケージがあった,であったんですよ、はい、昔はブルペンがそこだったんですえよ結構変化してるんですよねそうですね<え> で、86年に芝を冬芝に張り替え外野<ー>のフェンスにラバーを張り、はい、でバックスクリーンを大きくして、はい、であの用具倉庫を設置したあそうですか。はい。 ああだから優勝したまた変わったってことなんですね。いで88年に今の,あのちょっとかなり階段を降りていく場所にブルペンが下ですね。と、ねはいはい,はい、いうことですね。だから今の球場になってから秋ですよあまりピッチャーと顔を合わせるほどの少なくなったんですよね。あ もう完全に分かれまし体練習は、党内連携ぐらいの時にピッチャー上に上がってくるんですが、はい、それ以外は上がってきませんので、はいまあ、野手がメイングラウンドででそうです、ピッチャーは下,下、サブグラウンドとブルペン、はいはい、なわけですもんね。紅白戦が始まって、初めてピッチャーとこう、いろいろ合流して練習するということですよね。 ただやっぱり秋は先ほども言いましたけどもその斜面を山の斜面を切り崩して造成したので基本的にはこうだんだんに施設が設置されてるんですよね。だから,、ね、だからまあいるだけで足腰の鍛錬になるというか、はい、かこれねあの中日の、ね、二軍戦を、はい、あの僕二軍監督の時に秋の球場でやっていただいたんですよ。そういう二軍監督は小笠原監督だったんですけど。はい これ2軍のキャンプだったら最高の環境ですねとあ,<ー>あの坂のダッシュとかねで西岡がアキレス腱を切って2軍でトレーニングするのもあの坂は結構助かったらしいですよなるほどねアキレス腱伸ばしたらなんかするのもそうですし、うんはい、結構ダッシュしてましたから、はい、結構環境的にはあったかいですし素晴らしい環境だと思いますよ一度も阪神、まあ、ファンシーマーの方はみんな行ったことあると思いますけど、はい あのご飯も美味しいですし。うそうですね。えー、はい。でご飯と言いますと、まあキャンプ中は当然宿舎に滞在するわけですけども、加計不三の時代は、はい、<laughs> 宿舎がかなりオールドスタイルだったと聞いてますが、東洋館です。はい。えー、東に太陽のようで館館です。はい。これはもう本当の建物建物の旅館なんですよ。いわゆる日本旅館なわです、ね、日本旅館です。はい。あのー 2>, 2階建ての。はい、これトイレ洋式ありませんでしたから。<laughs> もうずっとどこでもトイレに悩まされてる、まあ。トイレって結構重要じゃないですか。まあ、確かに大事ですよ。はい。で最初は7人部屋でした。大ーベア。人部屋。布団入れるとこないですから。常に布団が見えてました。<ー>ね、はいはいはい。それでまずキャンプ行って一番最初にやることは隙間風が入ってくるんですよ。あ部屋に。だからガムテープで。はい 窓なんすよピターっとしてる <laughs> ガムテープが2本ぐらい必要なんですよ <laughs> 7人部は結構大きいんでそれで「大丈夫だな」って言ってそれで7人で寝泊まりをすると、はい、それが出征していきますと、はい 三人部屋だと二人部屋になるんですけど離れってのがありましてはいはいはいそこがまあ一番いい部屋なんですよ田淵さんなんかその上にいるんですけど僕も三年目レギュラーになった時にそっちに一人行かされたんですけど兄や古沢ですよ <laughs> その部屋に223 22歳の私がしかもピッチャーですから早く練習終わってんですよあ僕はあのー 奥の部屋に入ったことないですもん玄関の3畳ぐらいのねああ上がりまちみたいながあるでしょ僕ここでもういいですかそこでむしろ気が休まらないという布団敷いて寝てましたああそれがちょっと僕が上になって平田だとかそのあたりが入ってきた時は楽でしたねなるほど東洋館お風呂風呂 はい、風呂大事ですよね,ね<え>トイレも大事ですよほんに家族風呂に3人か4人入ったらいっぱ杯ぐらいの風呂が3つあるんですよ、はい、で僕ら練習の一番最後じゃないですかそうですねお湯なんか出ませんよ出ないであっボイラーみたいなためてあるやつ全部ないですからあそうかためてあるものを使い切っちゃったらもうそこでないですもんしかもですねあもうちょっとね風呂に入る前にちゃんと体洗って入れよって思うぐらい砂が溜まってんですよ 1センチぐらいそれ浴槽,の中に浴槽にもう河野さんというコーチの方は潔癖症なんですよその風呂見た瞬間に風呂入りませんも、うんシャワーだけです <laughs> <laughs> なんじゃこりゃ <laughs> <laughs> まあそれだけね泥にまみれて練習してたんでしょうが洗濯も近くのおばちゃんたちを1か月間お願いして 洗濯してもらうんだよ昔は洗濯屋さんに洗濯を出す時代じゃありませんので各部屋に担当のおばちゃんがいて、はい、カゴに僕らアンダーシャッターとかパンツソックスを入れるじゃないですか、はい、私物のパンツなんかも入れるとこありますけどほんとおばちゃんがこう洗ってくれてちゃんと畳んで部屋に置いといてくれるというだからキャンプ終わる最後には選手にお金を出しておばちゃんたちこれなかんか 足しにしてくださいいっって言ってて言置帰るんですけど<ー>だから今のように洗濯してもらってビニールでね、はい、部屋の前にちゃんとポンと置いてあるだとかそうじゃないんですよでもおばちゃんの洗濯の仕方がうまかったなふわふわで、ね、<laughs> 僕らの洗濯してもふわふわなんないんですけどやっぱりそこにはプロの技があって、ね、いくらあの柔軟剤入れても。<へー> <laughs> <laughs> 僕ら合宿所で洗濯してもソックスが硬いままなんですよバリバリでどんで柔らかくならないんだろうと<ー>でも秋のキャンプ行くじゃないですか、はい、でおばあちゃんたちが洗ってくれるアンダーシャザーのパンツソックスってのはなんか柔らかいのかなあれ何なんだろうって僕らバリバリですよ <laughs> だから まあ今のねキャンプ場もうすごく環境もいいですし羨まそうですね、えー、だいぶ変わりました球場も変わったし、えー、ホテルも変わった、ね、変わりました、ねまあ、あと球場ということで言うと本当に掛布さんの現役時代は、まあ、今でこそ各球団は本当に、まあ、利益のためもあるんでしょうがホームスタジアムで主催試合は数多くやるや、ね、だら僕らその夏の甲子園の大会があるじゃないですかはい、はい、あの時今 京セラでやってる試合が持ちゲームでホームゲームですよね。はい。その時西京国でした。みたいですね。だいぶ西京国でやってた時代があるみたいです。いやその時ですよ。合宿所に一軍の選手たちがみんな集まるんですよ。はい。合宿所からバスが出るんですよ。ああ<ー>。しかも甲子園では甲子園大会やってるんですよ。高校生の。はい。で田淵さんだ来たら大変ですよ。ああそうですね。で大型バスが入れませんよ。はい。 大渋滞になるんですよ、はあ、それでそこから西峡谷までバスで2台で行って練習をして終わってバスで帰ってくるのだから11時過ぎてたんじゃないかなそれ完全にもうビジターゲームですよねビジターですよ <laughs> だから合宿場の空いてる部屋をなんかその3人の方の 着替えに使ってもらったりだとか、大騒ぎでした。なるほどね。あの甲子園大会の、西京国遠征。また西京国かが多いんですよ。みたいですね。あそこすごいかが多いって。聞いたことあります。蚊取り線香だらけですよ。ベンチ。うん。うん。はい。聞いたことあります。聞いたことあります。はい。すごいんですよ。まあ、当然、あの公園の中にあるんで緑豊かな環境ではあるんですけど。ただ、僕は非常に好きで、よくホームランを出していただきました。はい。そうなんですよ。 はい、あそこも確か1932年の完成ですのであ,あそんな古いんですかはいまあ当然ね増築改築はやってるんでしょうけど、はあ、相当古いですよでなんか国体があるということで、はい、まあ使えないということで平和台に行ったんです平和それで西京五を使わないことで、はい、本当の市の労働と言われる3週間大阪に戻らないんですよ平和台でもホームゲームやったんですかやりましたよはい結構 平和大のホームゲームってのはやりましたよ<う>あれ優勝した85年も平和大やってますか平和大でやってると思いますそうですかちょっとあの平和大って打ち下ろしなんですよ グランドがそうなんですかだからバッター有利なんで,、ええ、で九州は楽しいああ九州、ね、終わってはいはい、はい、九州ねグルメがねグルメもそうですけどいろんな意味で九州行くのは楽しみでしたねああそうですか、はいえー、九州はだから頑張るぞ <laughs> <laughs> まあ九州っていうことでいうと、まあ、平和大のホームゲームもそうですが、はい、相手の持ちゲームで例えば長崎とか佐世保とかありましたあったでしょ あのヤクルトだとか太陽とかですねはいはい長崎ありましたねどうですか長崎はおしゃれな町ですね,あね女性が似合う町でしたねあなるほどね長崎ちゃんぽん初めて食べた時 <laughs> <laughs> 美味しかったな <laughs> 向こうの方 <laughs>、はい、あの皿うどんにおソースかけたりして食べるんですよねソースかけまねソースあるんですよ 僕ら,からしとお酢じゃないですかあ確かにそうですね。で長尾崎はソースかけて食べるんでびっくりしましたそれは行かないと分かんないことですね、えー、それとなんかあの坂本龍馬がなんか一体刀傷がある料亭に連れて行ってもらったなへえーえー、豚の角煮みたいのが美味しいです、ね、ああでもやっぱりそういう話聞いてると確かに九州はグルメでしょグルメですよね なんかでも遠征に行くのは不便なところでしたからね遠いですしグランドアッ地方球場ってのはあ,、はい、あのあんまりこう使ってないので、うん、グランドが硬いんですよだからすごい怖いんですそれは守っていきますねもういろんな不規則なバウンドイレギュラーしますしうん、うん、もう北海道の丸山球場なんですそうですよ丸山でもやってますからねあの格年なんですけどね、はい、行っても勝ったとことはない僕 <laughs> 現役時代丸山で勝ったことないんで, <laughs> で丸山でホームラン打ったことないんですよ。ほらこれはちょっと遊んじゃったかな。<laughs> <laughs> 九州同様北海道もね。これまた美味しいんですよ食べ物が。そうですよねですからマネージャーがですね、えーはい、かけ申し訳ないけどホテルの食事をちょっとだけ食べてから出て行ってくれないかと。選手にみんな言ってくれと。はうはうお前ら何も手をつけずに。 まうきれいなままなんですって、バイキングまあ、それはそれで食べるも食べないも客の自由だろうということは簡単なんですけど、あまりにも絶えないだから、若い選手だけどもいいから、とりあえずかけ、連れて行くのは結構だけど、はい、食べてから連れて、それだけ若い選手、食べられるだろうっていう、<laughs> 一回ホテルのご飯食べても、まだ外で食べられるだろうと。反対に、はい、前言いましたがね、巨人は王さんの時に、丸山の時にね、大敗したらしいですよ。 王さんの逆鱗に触れたらしいですわ外出禁止うわ札幌でほいたらホテルの方はみんな外出るから10人分ぐらいの食事しか用意してなかったんです <laughs> これまた反対に大変だったらしいですよ <laughs> 急に全員ここでご飯食べますってだ,っだから食券対応したらしいですわ <laughs> それは巨人大変だっ,たって言ってました なるほどね。えー、ホテルの方大忘れだったんですから。そらそうですよ。帰ってきた外すぎる <laughs> て外食これ十人前しか作ってません。<laughs> 塩握り出して食べといてっていうわけにはいきませんもんね。<laughs> そうでしょう。だ結構札幌もやっぱりいい思い出ありますね。そうです、ね。えー、まああそこはナイター設備がないので絶対絶でデイゲームなんで夜が長いんですよね。そうなんですよ。そどうもうちょっとまずいですねこれは。<laughs> まあ、これはもう、うおいおい話していきますけども。<laughs> で、平田がですね。はい,は,いはい、はい、はい。あの、三つか四つやらしまして。丸山で。丸山で。山ではい。で、帰りのバスで吉田監督に。おい、平田。一年分の偉い人な、これ。<laughs> <laughs> おお、い、ですよ。僕ら、後ろで。はい。平田、おげ。はい。すいません。平田さんだけ、外出禁止とかなかったんですか。いや、それは。それないですね。はい。 よかったなあれ <laughs> だけで済んでよかったなーって <laughs> そ,れそれとですねまだもすごい思いだが金田さんっていう方が監督だった時に、はい、その前日試合負けてもうすごい内容が悪くてミーティングが長くてバスも出発が遅れるわけですよ練習時間がない時についたことがありますあーシートノックだけやってゲームやったことありますへ<ー>それぐらい金田監督が怒ったんですよねあ 田淵さんだとかだから選手の金田さんの間にはとんでもない溝がありましたけどなんかすごいな昔はそういう監督と選手のなんかそういう距離感ってのがもっと露骨に激しいものがありましたねまあ平たく言うと好き嫌いといか、はい、すごかったですねう そういうものが例えば外出禁止とかなる遠征先でこうだったとか、ね、そういうところにこう結構端的に現れたりすするわけですね, 1>, ね1年目の名古屋遠征、はい、僕らはまあ大部屋ですから味噌、はい、の旅館ってところに泊まってまして、はい、料理旅館ですから7人部屋でした<ー>そのほか監督の部屋なんですけどそこに門限過ぎた頃の時間に「助けてくれ!」って声がしたんですよ。はい ベテラン選手は監督の部屋に行って暴れてんですよね。えー、僕こうびっくりしましたもん。それはだから監督に対して何かこう思うところがあ,てかが,があったんじゃないですか。でその前の年があの最終戦巨人に負けたはい、はい、昭和48年かな。で僕49年入団なんで。はいはい でその時に初めて僕名古屋遠征ででですすよ一軍のメンバーでですねで僕ら外なんか出れないじゃないですかで当然終わって食事をしてみんなもう寝るから早くくとも入ってったらだん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 ,どんって階段上がる音がしてですね「こら,ーこら!」ってか「監督出てこい!」みたいなは<ー>僕はねすごいとこに入ってしまったんで 当事者じゃなくてもちょっと背筋が凍るような。えー、いやもうま,まだ十八歳ですか。そうですよね。何個、えー、プロ野球ってすごいなって違った意味でですね <laughs> 思ったことがあります。なるほどね。はい。昔はだからそういうことが多かったんだと思うんでそういうなんかあまあそれがまた昔の野球だったのかもしれませんね。そうかもしれませんけどもね。だからちょっと野球違った意味で楽しかったのかもしれない。 魅力があったのかもしれない人間臭さというですね今はかなり洗練されているそれはそれでまた素晴らしいんですよねという混弱の話も含めて掛布さんにお話をいただきました以上の永久談義でしたお送りしてまいりました「MBS ベースボールパーク土曜日掛布正幸の永久ラジオ」今月もあっという間にお別れの時間ということになりましたまただこれからちょっとキャンプ待ってきますので。はい ちょっと次回は楽ししみにて巨人と阪神を中心に見ますので阪神はそれこそ、まあ、去年優勝しまして、はいはい、初めての連覇へ向けての、はい、まあ第一歩ということになるわけですが、はい、先月だったかな掛布さんはその、まあ、選手が多分おそらくバージョンアップを考えてくるであろうということで、はい、その方向性を見極めたいというお話それとやっぱりあれだけ去年契約で皆さん いい形ででお金が上が上ったわけですよね年俸がねそういうものを多分背中に背負うわけですよはい、はい、でやらなければいけないという責任感は今よりも大きくなり、うん、野球にミスがでできないといとうプレッシャーを感じ出すんですよ、うんよ恥ずかしいことはできないっていうのありますよね。それだけの評価をしてもらったわけですよねはい、はい、でそれだけの野球をやらなければいけない、うん、そこが空回りしなければいいなというだけですね。 掛布さんも、まあ、85年に日本一になって、はい、翌年の、まあ、自主トレキャンプという段階踏まれましたけど、ええはい、そういうなんかこう肩のこわばるような思いがそれはもう常に毎年ありますねあそうかそうか掛布さんは割と自分を追い込んでましたからね、ええ、毎年あるんですよ、はい、で自分なりに、まあ、自信も多少はありますよ、うん、でできるだろうという準備もしていきますので、はい、自信もありました。ある程度の自分には実績がまだ あって優勝しましまたので怖さっていうのは常に感じてましたけども、はい、今の選手若いですからそれであれだけのポーンと評価が高い評価をもらってそ,うです、ね、それでも,も変に意識して欲してくないんですよあ<ー>やれる野球っていうのはそんな変わりませんので確かにグラウンドで本当に、まあ、去年通りという言葉を言うと何か進歩してないようには思いますけども。 それができるということがすでに進歩なんだそ,そういうことですそういそういう姿勢で1か月鍛錬の春を過ごせるかどうかそういういことですねそしてあの安倍巨人との開幕戦に向かっていけるかどうかいやあ本当ですね楽しみですねおかげさんのお話聞いて本当ますます楽しみになってきました今の阪神巨人巨人阪神はちょっと注目したいですよそうですね、えーはい、まさにセ・リーグの方向性を決定づけるような,な伝統の一戦だね<ー>これが天王山とか いいいう言葉を復活してもらいたいですねまあ去年は本当に阪神が申し訳ないですけど、まあ、巨人さんにはもうだいぶ勝たせていただいたので18でしょう、はい、勝ちが <laughs> だって直近12ですから原,原監督言ってましたもん <laughs> ちょっと負けず嫌、ね、いと、えーまあ、これが普通の数字に戻ってきてさ両チームがと阪神が本当の意味の優勝争いをしたときにどういう野球できるかです。はい、あそうですね まあ去年は独走ですからね、本当に楽しみな球春が。はい 南国からどん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 近づいてきている、ね、ということになっております。はい、さて、番組ではメッセージをお待ちしております。番組の感想を掛布さんに語ってもらいたいトークテーマ、掛布さんへの質問など、何でも結構です。メールはパークアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。P. A. R. K. アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M. です。たくさんのメッセージをお待ちしております。掛布さん、今月もありがとうございました。したでは、来月もよろしくお願いします。はい 次回の掛布雅之の永久ラジオは3月2日土曜日の放送です。お聞きのあなた最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではこの辺で失礼します。さようなら。